素職、石壁の月石壁に遊ぶ素職、公衆官職士官素職室。素職は、中国北宋の政治家、文豪、書家、画家。政治家としての活躍のほか、壮大随一の文豪として、多分野で業績を残した。文学以外では、書家、画家として優れ、音楽にも通じた。嘔は、東博寺、字は四川、送り縄、踏み叩こう。豪から、 祖頭馬とも呼ばれ、派工や破線などの名で警護された。祖人氏の長男で弟は祖哲であり、この三名に、関羽、劉宗元、王陽治む、祖方氏、王安石を加えた八人を、古文の闘争八大化という。子に、祖進む、行ける、行けるか、行けるとんら。早孫は、祖皇室、元孫娘に、リツ祖罪の夫人がいる。 マ由州ュ山県の出身。8歳で道縛り士官の塾に入り勉学に励み、13歳で弟の祖鉄と共に、流居という人の門徒となり、作詞を学んだ。また20歳までの間に京市に広道しており、かよしみや陸にへの書を好んでは、葬書を読んでいたく感銘を受けたとされている。かゆう2年22歳の時に、弟の祖鉄と共に紳士となる。 この時の科挙は、王陽治が試験委員長を務め、当時流行りの文体で書かれた答案はすべて落とし、自流にとらわれない達意の文章のみ合格させるという大改革を断行した試験であり、祖職、祖鉄、祖方氏の3名のみ合格した。合格後、地方官を歴任し、英宗の時に中央に入る。この時期に、親子3人で昭和し作成した南甲州は、 徒歩や梅高氏の死を学びごことこしが多く収録されている。しかし現存しておらず、五十巻の詩集の巻一に収める四十二種が面影を残しているのみである。自平三年に、父の蘇一氏が亡くなってからは、政界から一度離れ故郷に帰って、もうに復す。再び政界に復帰したのは、記念二年、祖職三十四歳であった。 時代の真相の時代になると、東末五代の混乱後の国政の立て直しの必要性が切実になってきた。その改革の機種が王安石であり、改革のために新法と呼ばれる様々な施策が練られた。具体的には、主来に説かれる一国万民の政治理念すなわち、万民を等しく天使の公民とする生民思想に基づき、金融法、私益法、貿易法、 農電推理法などの経済政策や、家居改革や学校制度整備などの教育政策が行われた。訴訟は、王葉を治む、芝光らと共に、これに反対したため、二度にわたり、流罪をかぶり、偏僻な土地へなばかりの感銘を与えられて、追放された。最初の追放は、原法二年訴四44歳で、古州治州の時代である。国政誹謗の罪を着せられて逮捕され、 厳しい取り調べを受けることになる。この時、魚師大の取り調べの際に、祖職が残した供述書は、後にカラス大師案と呼ばれ、問題とされた祖職の作品への彼自身の解釈が述べられている。このカラス大師案を書き残した時は死を覚悟していたが、真相の特別の取り計らいで、公衆へ左遷となった。左遷先の土地を東馬と名付けて、自ら、 東馬古寺と名乗った。公衆での生活は仕掛け5年にも及び、経済的にも自ら隙を取って荒れ地を開墾するほどの苦難の生活だったが、このため彼の文学は一段と大きく成長した。流罪という挫折経験を感傷的に映るのではなく、彼個人の不幸をより高度の次元から見直すことによって、たくましく乗り越えようと努めた。 平成の深い陳氏の結果が彼に現実を超越した聡明な人生哲学をもたらした。この甲州時代の最大の傑作が石壁符である。石壁は三国時代の有名な古戦場であり、西暦208年、呉と蜀の連合軍が圧倒的な数を誇る魏の水軍を破ったことで知られる。ただし合戦のあった石壁は、 甲州から長江を遡った南岸の加魚県の西にあり、祖職が読んだ石壁は実際の古戦場ではない。史跡を祖職が取り違えたのではなく、古くからそこを合戦の場だとする民間伝承があったと思われる。憲法8年に新宗が死去し、明ら州が即位すると、幼い明ら州に代わって信人対合講使の水連調整が8年間続く。 彼女の後押しもあって、旧法道の官僚は養殖につき、原法9年に、柴光は最小となる。創職も、同時期に名誉を回復され、50歳で中央の、官会に復帰し、中所と練り、官臨学士などを経て、礼部少将まで昇進した。新法をすべて廃止することに躍起になる最初、柴光に対して、新法でも、 貿易法のように理にかなった法律は存続させるべきであると主張して、芝光と激しく論争し、次第に旧法派の内部の分裂が見られるようになる。芝光の死後は、対立が先鋭化し、祖職、祖鉄兄弟を中心にした、直党と歩道都外、抵抗兄弟の楽党、作党の三つの派閥が闘争を起こすことになる。 祖職は保守派に対し公平な批判的意見を述べたことにより攻撃の的とされ地方と朝廷を転々として逃れていた。信人大合公使の長愛があっても格好たる地位につかなかったのはこのことが原因であった。継ぐきを元年に再び信法派が力を持つと祖職は再び左遷され、慶州に流され、さらに62歳の時には海南島にまで追放された。 二度目の追放である。甲州寺よりもより高い役職に就いていたために、左遷時の罰も重かった。それでも飽き足りなかった、朝廷側は、場所をさらに慶州から、昇華軍に移した。熱帯で移民族の恥無族がいる環境で一層、わびしい生活を送る。66歳の時、秋田州が死去し、基想が即位するに及び、新旧両党の誘和が図られると、ようやく許された。 ひさげきょだま曲館という名誉職を授けられたが、都に向かう途中病を得て、上州で死去した。しかし、この過酷な運命にあっても、彼の楽天性は、強靭さを失わず、中国文学史に喫立する天性のユーモリストであった。祖職の伝記は、祖職の死後間もなく弟の祖鉄が書いた長文の母子名、冒険史先端名母子名が、最も確実な資料である。 創始巻338の列伝は、ほぼこの母子名に基づく。祖職は、北総大最高の詩人とされ、その詩は、外尾場前修や注釈が充実している、祖職全集公中にまとめられている。通釈は主に、外尾場監視体系第17巻による。生涯で二度左遷を味わい、新法等に対する批判者扱いとされていた祖職は、 自身の考えを明らさまに述べることができなかった、期間が長かった。しかし、実際の詩文を読んでみると、柔軟でしなやかであり、芯が強い。強く生き貫こうとする志が現れているのである。また、祖職は、自然を好み自然に、自身の心情を託している。壮大に入り自然描写を含んだ詩が多く、出てきているが、 偽人法を用いて早い時期から習得し成立させていたのが祖職であった。偽人法の先例として次の句が挙げられる。祖職と弟、祖鉄祖職と祖鉄は兄弟愛にあふれた人物たちであった。父祖人氏と兄弟で都に上京してから同じ家居合格者として政治の世界に入った。時には兄の地方役職の赴任の際に70キロ先まで見送りをし、 またある時には支持していた、旧宝刀が崩れ、兄弟共に左遷を味わう。祖職は、人生で、多くの死を残しているが、その多くは弟に向けた、離別死が多い。以下の死は、弟と初めて離れた時に読まれた死である。小湯は、祖鉄のこと。祖職と、王暗石祖職の三分野死は柔軟でしなやかであり、芯が強いのが特徴である。一方で、 同時代に活躍し政治的にも対立をしていた王安石の三文は明快で高質な文体であった。人生も文体の特徴も正反対な両者は交わることのない関係に思われるが、私文を通じた交流があった。養殖を知りいた後の王安石は祖職に対して以下の七言とゼックを送っている。祖職はこれに対してと答えている。傾向は 王安石のこと。書家としても著名で、米仏、皇帝権、西条と共に、僧の四大化と称される。祖職は初めに王を学び、後に、眼神経、幼行式、利用を学んだ。代表作に、赤壁夫、公衆官職士官などがある。公衆官職士官とも、は、元宝5年47歳の時、自衛の歌に詞を書いた改新の作で、 この二種はいずれも、元宝五年春、寒食節を迎えた時の詩である。縦33センチメートルの清志振動詩に、行書で17行に書いたもので、年、中、足、詩の字の収筆を長くして変化を出している。落観はないが、皇帝圏の傑作と言われる罰があり、両体化の代表作を合わせ見ることができる貴重な作品である。絵画の分野において、 シオット画の提唱者であり、自身も、牧畜画をよくした。現存する、自筆作品は限られるが、絵画に関して論じた文章や詩を多く残している。その代表的な作品として、清本因縁、伝信機、谷園畜機などがある。また、大罰詩や大菓師にも、素食の絵画に対する思想が見える。諸領王主母書が織江谷氏に、画を論ずるに、形に思ってするは、 未児童と隣リすとあるように、画の形にではなくそのうちの精神性に重きを置いていた。祖食と思想を共にした人物には、文道、皇帝剣、米仏、花本などがいる。中でも最も影響を受けたと思われるのが、そのいとこでありがだけの死でもあった、文道である。祖食は、文道の画について、友かの竹を描くとき、竹を見て人を見ずと評した。また、 大井の死について、死中にがあり、家中に、死ありと表している。東馬古事と呼ばれ始めたのは、甲州左遷寺からである。左遷や変革の波乱の中、この状況を利用し、全敵境地に磨きをかけた。モンゴルの鎮議図館の最初、野律素在こと丹念古事は、しばしば、東馬を、新人中の竜と小せりと述べており、道元前寺は、 筆替えのューなりヌベシと評価している。創職は、ザ山の下に、谷生は、ビンチコレ、広長絶、三色は二に、清子上心にあらざらんやと述べている。初めから仏教に通じていたわけではなかったが、生死を通る脱するために、すべての大地を、悟りの導く門として扱うことにより、憂いや痛みを払いのけた。どうこそほど仏典に浸ったこともあり、東大にかやまあり。 壮大に死世にありと言われた。祖父、父親、母親、兄弟ね妹、祖人氏と弟子には三代造女があるが、長男の慶崎と三名の娘は皆創生している。伝説では、祖職に生ける子妹という妹がおり、青年後旗小優に嫁いだとされる。また、虚構の人物として、祖職より一歳年長の祖八娘がおり、祖職の弟である祖鉄は、 事故を最も若いとしたという。また、畑小優の子れ妻は、女あやみであり、畑氏の家父である、畑府には、畑小優が、祖師の娘をめとったという記述はない。最小、子女、この外と、観願料姓が、祖職が、両性友人の秘書が生んだ子を、祖職でこと自称しているが、祖記によって否認されている。 管理学士の孫敵は祖職が人に送った秘書の生んだ子を彼の私生師としている。同意モード、祖職は墨石の収集に熱心で、名墨、沈墨があると聞けば、高来にまで使いを出すほどであり、同じく収集家だった皇帝県から名墨を強奪したエピソードも残されている。集めるだけでは満足できなくなった祖職は、人里離れた松林に小屋を建てて、 墨の自作に挑戦したが、失敗し山火事を起こしている。しかし、失敗しても諦めなかった素職は、後に、海南省縁済という名墨を完成させている。中華料理のポピュラーな品目である、東馬肉は、彼が甲州へ左遷させられた際に、豚肉料理について英字ジしから付けられたという。素色の死後、最慶が握ると旧報道の弾圧が再び、行われて遺族は、 困窮に悩まされていたが、かつて、祖食の部下であった高級は祖食から受けた恩義に報いるために密かに遺族を支援していたという、観光の古い文献。ありがとうございます。